光栄なことだと思っております。まあ、私の普段の話、自分の主題、大事にしている主題についてお話をいたします。私の母が日本人でして、父はアメリカ人です。そして私はボストン、アメリカのボストンの北の部分、イングランドというところで育ちました。本当に当時は周りが真っ白でした。まあ、雪が多いというだけではありません。白人の多いコミュニティで育ちました。私の母以外、そして母の家族以外、日本人は周りにはいませんでしたし、周りに私のようなハーフというものは、人は見当たりませんでした。で、私は子どもの頃ホッケーをしていたんですけれども、ベンチに座っていた時に、なかなかこういうところに来ない母が父親と来たんですけれども、その時仲間が、わあ、お母さんが中国人だなんて知らなかったというふうに言われたんですね。でも私はあえて訂正はしませんでした。訂正をする必要性も感じなかったのです。でもまた別の機会に、あ、日本人のお母さん、日本人の家族だったらば、例えば魚を生で食べるのと言われたことがあります。で、そう言われて立ちどころに思い浮かべるのは、まあ、生の魚を頭から、そして尻尾をこうやって持ち上げて、そして口をパクパクさせているような魚をガリガリかじっている自分を想像してしまったんですが、そんなものは食べられないですよね。子どもの頃そう言いながらも、自分は日本の文化はすごく強い精神性があるなというふうに感じていました。で、私が成人して日本に住むようになったんですけれども、これはバブルが崩壊してずいぶん後のことです。で、皆さんは日本の経済がずいぶん停滞をしているというふうにその当時言ってました。で、もうその当時の日本の経済はかなり持続可能性がある、そして文化的にかなり堅牢だというふうに思ったんですね。なので、停滞や沈滞、アジアの病人だと言われているアジア人の中での日本というのは、どうしてこのように強くあるのかというふうに考えました。そういうことで、私は本当に日本には土台としても非常に強い力があるというふうに思ったのです。なので、この土台としての力というのは、これは日本の停滞なのか沈滞なのか、それともこれは持続可能性という力なのかということを考え始めました。で、特に先進諸国では日本と同じような状態にある国が多いです。人口減少、そして貧困の上昇で、そういった仲間の国の中でも日本が強いのはどうしてかということを考え始めました。で、日本によく住んでいらっしゃる方は分かると思うんですけれども、例えば頑張るという言葉があります。英語で言えば一生懸命戦う、どんな状況でも最善を尽くすというような意味合いです。で、これは東北の大地震の後のボランティアの皆さんの写真です。この時頑張るっていうような掛け声っていうのは、もうこういった困った状況でも最善を出すといったような、そういった意味合いで使われる言葉です。でも日常的に使われる言葉でもあります。頑張るという言葉は毎日日常的にサラリーマンが通勤をするときに、絵が示しているようなんですけれども、サラリーマンのお父さんに家族の人たちが頑張ってねと言ってらっしゃいというようなことを言うわけです。で、これは本当にずいぶん長く遅くまで働くので、本当に頑張る、一生懸命しなければいけないといった状況が発生します。もう一つ注目する言葉として、我慢という言葉があります。英語では例えば耐え忍ぶといったような意味合いです。この原理原則というのは、何でも耐え忍ぶということです。で、それは文句を言ったり泣きを入れたりすることなく頑張るということです。例えば東京のような都市の中で満員の通勤電車の中に入るとびっくりするします。日本の方々がこの混雑の中で携帯を回したり読めるようにしたり、あるいは、で、本当に驚いてしまいます。アメリカのニューヨーク、サンフランシスコで本当に人がいっぱいの通勤電車が来ると、人は乗らないんです。もうタクシーに乗ったり
り諦めるわけです。でも日本は違います。日本では人はどれほど通勤電車が混んでいても我慢して乗ります。次の言葉は自粛です。ご存知の方もいるかと思うんですけれども、これは抑制をする、自己抑制をするということです。自分の欲望を思っていることを抑制するということですね。でこの考え方というのは、例えば電気を消す、近所が電気が足りないということであれば、電気を節約するために電気を消して PC の画面の明かりだけで何とかしのぐということをします。アメリカのコンセプトでは、まあ頑張るとでも欲しいものは得ようといったような考え方が、まあ大きくはびこっています。でこの自粛というのは全く逆の方向を言っています。こういった日本のコンセプトを合わせてみると、これがもしかしたらば日本の社会の調和を持続可能性に導いているものではないかと思うのです。日本は今停滞、沈滞をしていると言われています。失業率は 3.4%、 歴史的に低いところにあります。賃貸をしていても失業率は低い、そして犯罪率から考えても日本はとても安全なところだと言われております。でこれを考えると、どの文化でも日本が見舞われるような課題に見舞われるはずであります。そして私はポップカルチャーについて、例えばアニメ、漫画、コスプレのようなことを日本に関して書いてもいます。そして日本は今クールジャパンキャンペーンというものを今実行中です。クールジャパンということで、日本の文化のクールさをというのを、文化ポップカルチャーを通じて拡散をしています。でも私としては、日本の政府に対して、そして日本に住んでいる皆様に対してお願いがあります。クールジャパンだけではなく、日本の持っているもっと深い強みというものを拡散をしてほしいと思うのですね。そして調和と安定性が大事にされている文化がどれほど強いかということを皆さんにぜひ拡散してほしいと思っております。ありがとうございます。